アスクレーピオスの座像。左に、シンボルの蛇。アスクレーピオスの杖アスクレーピオスは、ギリシア神話に登場する名医である。ラテン語では、アイスクラーピウスという、長母音を省略して、アスクレピオス、アスクラピウスとも表記される。優れた医術の技で死者すら蘇らせ、後に、神の座についたとされることから、い神として、現在も、医学の象徴的存在となっている。 ユーロ導入まで発行されていたギリシャの旧一万ドラクマ紙幣に肖像が描かれていた。また、風のマークにある杖はこの杖が由来である。アスクレーピオスはアポローンとコローニスの子。コローニスはテッサリアのラピテイス族のオープレギュアースの娘で、アポロンは一羽のカラスを使いとしてコローニスとの連絡係にしていた。このカラスは言葉を話し、その羽は純白だった。 ある時、カラスがコローニスの浮気を告げたために、怒ったアポローンはコローニスを矢で射殺した。このカラスの報告は道草を食っていた言い訳についた嘘だったという説と、カラスがうっかり者で早とちりをしたという説がある。いずれにしても、アポローンはカラスを罰して言葉を取り上げ、白い羽を真っ黒に変え、天空に晒して償わせた。このカラスの姿が現在のカラス座である。 一説には、カラス座のすぐ近くに、コップ座があるにもかかわらず、そのくちばしは永遠に、コップの水に届かないという。コローニスは身ごもっていることを告げて死んだため、アポローンは胎児を救い出して、ケンタウロスの賢者ケイローンに養育を託した。この胎児がアスクレーピオスである。ケイローンの下で育ったアスクレーピオスは、特に医学に才能を示し、死のケイローンさえしのぐほどであった。 やがて独立したアスクレーピオスは、イアーソーン率いるアルゴー戦探検隊にも参加した。その技術の技はますます熟達し、アテーナーから授かった、メデューサの右側の血管から流れた、蘇生作用のアルチを使い、ついに死者まで生き返らせることができるようになった。アスクレーピオスは、カパネウス、リュクールゴス、アテーナ用、テイセウスの息子ヒッポリュトス、テュンダレオス、ヒュメナイオス、 ミーノースの子グラウコスらを蘇らせたという。冥界の王、ハーデースは、自らの領域から死者が取り戻されていくのを、世界の秩序を乱すものとゼウスに強く抗議した。ゼウスも、人間が治療の術を獲得して、互いに助け合いをすることを良しとしなかったためこれを、聞き入れ、来帝をもって、アスクレーピオスを撃ち殺した。だが、アスクレーピオスは、功績を認められ、 四五天に挙げられて蛇使い座となり、神の一員に、かわえられることとなった。逆に収まらなかったのはこう殺された、アポローンであった。ゼウスに対して、直接の非難はできなかったため、アポローンは、ゼウスの来帝を作っていた、巨人族で一つ目のキュクロープスたちを腹立ち紛れに、皆殺しにしたという。アポローンはゼウスには捨てられ、ペレースの子で、 テッサリアのペライノ王はドメイトスの下で羊飼いとして家畜の世話をさせられたという。古代ギリシアにおいては病院をアスクラピアと呼んだ。アスクレーピオスの子供たちはいずれも医術に関わっており、息子には共に医学の知識に長け、トロイア戦争で活躍したマカーオーオンとポダレイリオスがエーピオネーとの間に生まれた4人の娘には治癒を司る、イヤーソウ、回復を司る。 開けそう、衛星を司るヒギエアや健康を司るパナケアがいる。ヒポクラテスは彼の子孫であるとも言う。つに蛇の巻きついたモチーフはアスクレーピオスの杖と呼ばれ、意の象徴として世界的に用いられている。詳細は当該項目を参照のこと。ありがとうございます。